A28 衛星である。ガリア軍に属する衛星である。エッリアボと表記されることもある。2000年9月23日に、ブレッド・ジェイ・グラドマン、ジョン・ジェイ・カベラーズらの観測チームにより発見された。観測には、カナダ・フランス・ハワイ望遠鏡などが用いられている。発見は、同年12月7日に、国際天文学連合のサーキュラーで公表され、S。 2000S10 というカリフ号が与えられた。その後、2003年8月8日に、ケルト神話の巨人、リパスにちなんで命名され、サターン X5 という確定番号が与えられた。当初与えられた名称の綴りはアリオポであり、これは由来となった巨人リパスの予覚であったが、2007年12月に、主格であるリパスに変更された。エリアポは、直径が、 1> 約1 0トルの小さな天体であり、土星の周囲を長周期の楕円軌道を描いて周回している。不規則衛星のグループであるガリア軍の一員であり、ガリア軍の衛星は軌道や物理的性質が類似している。これらの天体の表面はわずかな赤色を示しており、元々は一つの天体であったものが破壊されて軍を形成した可能性がある。あるいは、 ガリア軍で最も大きいアルビオリックスの破片である可能性もある。ありがとうございます。